おー釣れました。あ、いなくなった。しかし10メーターぐらいのところにいんな。勝負には勝つ。勝負には勝つ。うわー、じゃあ11匹釣れば勝つ。うわー、どうだろう。じゃあ後でバイバイ。時刻は午後3時半です。朝一番ワカサギ釣りで出会いました林さん親子、これから連絡してみます。もしもし。あ、福島放送の内田です。朝は大変お世話になりました。いえ、館の方にいるんですよ。あ、まだあの船の上にいらっしゃる。はい、で迎えを待ってると思います。あ、そうですか。すごいおしゃれですね。嘘。じゃあちょっとせっかくなんで船が来るまで映えショット撮りますか。撮りますか。需要絶対ないけど。すごい映えてます。絶対思ってないでしょ。いや、この雄大な自然のようにシェアももっともっとね、大きな番組にしたいですね。あ、ちょうど今船が帰ってきましたか。家族かな、また別の家族かな、どっちだろう。あ、乗ってなさそうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだった？どれぐらい釣れた？12匹。おお、負けちゃった。ソウスケ君初めてだったよね。それでも何匹釣れたの？6匹。すごいじゃん。最初の僕より釣ってるよ。最初キッシュ兄ちゃんは4人でやっても0匹だった。いいんだってそれは言わなくて。でも100以上は取れましたか。合わせて100ぐらいですか。合わせて100ぐらい。すごいね。ワカサギ釣りさ、やってみてどうだった。楽しかった。去年よりも釣れたから。体が小さいから引っ張られそうになったけど。ワカサギそんな力あるやつ見たら怖いわ。あの、どうやってワカサギ食べたいですか。唐揚げにして、やっぱ素揚げとか唐揚げにして食べたい。唐揚げ。グーですか。え、わー、ガクガク。おいしくないになったよ。山塩かけたらなおいしいよ。こんだとかつけて食べな。リズムつけすぎ。綺麗ですね。むしろ色づきこれからみたいなところもある。